1, 2, 1。ダンス今日はあり、華やかな光、僕をすっと包むようなハーモニー。ブギーバギーシキラップ、神様がくれた甘い甘いブラケンハーニー。クールな僕はまるでやがめ、始まりブーツでドアをドカーと蹴ってるガーッと叫んでとかとか言って、テーブルのピザプラスモーチキン、ビールで一気に流し込む、ビールでみんなに Say hello on and on to the breakdown ってな具合に行きたいっすね、いいっすね、 Yeah なんてね、よくないこれ、これよくない、なく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 ない、その頃の僕らと言ったらいつもこんな調子だった、心のベスト10第1位はこんな曲だった。ダンスフロアに華やかな光、僕をすっと包むようなハーモニー。ブギーバックシキラップ、神様がくれた甘いメラケンハーニー。ワイルドな君、麗しいのは不思議、僕の手に噛みついて All night long。 ブギーバックシェイキラップ、夜の終わりには二人きりのワンダーラン。スチャダラパーの今夜はブギーバック、シンプル簡単バージョン、ガズレレオリジナルショートカットアレンジやってみました。いやー、もうあのね、メロディーとかも最高ですよね。もう歌い出しのあの、もうほんと歌った瞬間からこの曲のね、あの輝きがわかります。ダンスフロアにね、あのね、もう踊れる感じ、なんかもうおしゃれ、なんかいいっす。ほんと体をこう揺らして、まさに歌詞の中にも出てきますけど、ファンキーミュージック、こんな感じでも奏でたい曲でございます。はい。まずはシンプル簡単バージョン練習していってください。で、さっきも言ったんですけど、今のはガズレレ、ウクレレ練習用、オリジナルのショートカットアレンジバージョンになってます。主に1番からラップのところに行って、そしてまた1番の1回サビに戻って、今度は一番最後のサビを付け足したという、ガズレレオリジナルの、ショートカットアレンジバージョンでございます。さっきも言いましたけど、この後にあるかっこいいバージョンでは、印象的なブリッジパートも、やろうと思います。
心変わりはっていうところです。あそこがいいんです。あそこちょっとね、コードがね、ちょっと見慣れないコード出てくるんで、こっちも期待しておいてください。ちょっと慣れたらそこも取り入れてみるとね、初心者の方もいいと思うんですけど、ひとまずは今の、ガズレレ簡単バージョン練習開始してください。コードと歌詞出てますから、一緒に練習してもらって1個目のゴール設定としては、簡単版の動画のガズさんと一緒にできるようになったら、もう1個目のゴール達成だと思います。これでも結構難しいですよ。この歌も結構ね、もうお酒が歌うところも結構すごい難しいんですよ。タイミングとかメロディー、すごくくない、もうね、ほんとソウルフルで。で、しかもラップのとこですよ。あそこもある程度も覚えないとちょっとリズムにはついていけないかなと思うんですけど、まあ一緒に練習していきましょう。はい。で、できた方、おめでとうございます。じゃあ次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、やっぱり、ね、最初はね、歌詞とかコード全部覚えるっていうのは、この曲でも、ほら、入門コード4つですからね、伴奏だけは覚えられますよ。F と G7 と Am、ずーっと繰り返してる、気づいた。これループ。ループ循環コードといってぐるぐる回してるだけなんで、ここまでを。はい。これなんです。簡単バージョンはコードは覚えられるかも。でも歌詞を覚えるのはなかなか大変ですからね。で、一緒にできるようになった方はですね、今度はね、もう楽譜的なものを見て、その楽譜をだんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれは大空に向かって歌えるみたいな、覚えちゃうのがいいと思うんですけど、楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということだと思うんですけど、安心してください。ちょっとこれを見てもらいたいんですけど、ガズが書いてるノートです。今ね、ガズは演奏、今夜はブギバ、このね、ノートを見ながら演奏していきました。もうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、こんな風にみんなも書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今すごいいいサービス始まってます。これガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた今夜はブギーバックを含むガズが今まで手掛けても書いてきたもう膨大なノート楽譜のストックデータがあります。その中から皆さんが毎月5曲この曲やってみたいなという曲を、お選びいただいて、即座にダウンロードしていただいて、すぐに YouTube と連動して練習に開始していけるぞという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。2022年改訂版の今夜はブギーバック。お雑件&スチャラダパーです。はい。見ていきましょう。これ見て。数字が1って書いてある。デレ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 2枚にわたってます。これは山盛りだよ。はい。これさっきも言ったんですけど、コード進行見て。ずーっとこれ F、G、7、Am。これずーっともうこっからここまで。全部 F、G、7、Am。これね、循環コード、ループですね。こういうのがやっぱブラックミュージックではかっこいいんですよ。この中で一応ロマンティックに育てていくみたいな感じですね。はい。で、一箇所、今のシンプル簡単バージョンではショートカットしたブリッジパートのところではちょっとコードが変わる。そこで展開させていくということです。まずこうやって写しとくんで、ノートにメモってください。ちょっとここに書いてあるでしょ。これでちょっとね、よく見ると分かるし、後でちょっと解説、ちょっと今はとりあえずこれ無視しといて。はい。こんな感じです。じゃあ一時停止でメモっていただくか、さっき紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜のデータ、ノートのデータをそのままダウンロードしてもらうのめっちゃ有効。ガズのノートの特徴いつも言ってますけど、ここのこの上に書いてある点とか V、 これがタイミングなんですよ。ダンスフロアに華やかな光、僕をそっと包むようなハーモニー、この点でリズムを測ってます。はい。こんなの参考にしてみてください。いいですか。はい。でここ間奏入って、でここから A メロですね。ここも渋いんですよね。はい。一時停止で書いていってください。
そしてここ問題のここでございます。ラップ、いやーギッチギチですよ。ほらここまでビッチビチですから、ここはもうねニュアンスでこう言葉のリズム、これね一個間違えたらもうねうまくはまんないですからね。1,2,3を待たずに16小節の旅の始まり、もうこの辺かっこいいです。はい、じゃあねちょっとねこの曲の構成について説明したいと思うんですけど、ここのラップのところが終わったら、あ、最初からずーっとやってきて終わったら、ここ見てサビ1って書いてあります。ってことはここにポイッと戻ります、一番最初のとこね。でここに戻ってここに2行あるんでこれをやるじゃん。そしたらここ見てください、簡単版はサビ4へって書いてあります。はい、でここ見て下見てもらうと、かっこいい版はブリッジへって書いてあるんです。これ簡単版はねもうこっちに飛んでこの一番最後のサビに入っていくぞということなんで、ちょっとこっちを見せたいと思います。今やったシンプル簡単バージョンはサビのここに戻ったわけですね。でここ戻って、はい、コード進行一緒ですから歌詞に変わるだけで、ここ最後エンディングを2回繰り返して終わったということなんですけど、はい。じゃこれが今のシンプル簡単バージョンの構成ですね。はい。ちょっと説明すると、今映したここからバーッとやってきて、ラップが終わったらまたサビ1に来て、シンプル簡単バージョンはここからこのサビ4というふうにガズが言ってる一番最後のサビに来て終わったということです。はい。で、かっこいいバージョンは同じようにここバーッと来たら、ラップが終わったらサビ1に来て、今度はここに向かっていくブリッジパートを飛びます。ブリッジパートっていうのはここね、ここがないまたいいんですよ。はい。心変わりのっていうやつね。ここのね、ここで Gm7 とちょっと乱れないコード。でもあとはね、シンプル簡単バージョン。ここもね、ちょっと練習したらできると思うんですけど、ひとまずちょっとこれ、かっこいいバージョンでここをやることにします。かっこいいバージョンのやりたい人はここも映しといてください。ほい。で、ここ、サビ3、ガズレレでいうところのサビ3ということにしてますけどね。コード進行はずっと同じ。ただ伸ばすとかそういうのはアルペジオとか、弾き方は変わってきます。コード進行一緒ですからね、もう歌詞だけなんですよ、つまりね。はい、で、サビ4まで行ってエンディングやって終わった。というのがガズレレアレンジになってまーす。出てくるコードちょっと見ていきましょう。今のシンプル簡単バージョンはさっきも言ってますけど、この C と Am、F と G7、今度4つなんですよ。これ嬉しいやつ。これ初心者さんがウクレレを習った当日に覚えるコードですからね。これ嬉しいやつ。で、今日はね、ちょっとかっこいいバージョンで出てくるコードも簡単コードなんで、ちょっとまとめて紹介させてもらいたいです。Dm と D7 と E7。はい。この3つ、これとこの4つ合わせて7個。これはね、めちゃ簡単入門コードのグループなんですよ。だから一緒にご紹介、これです。ドン。ガズレレ必須コードです。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、10個のコード、この動画見て覚えちゃってください。今日はそのうちの7個が出てくる。今のシンプル簡単バージョンは4つですよ。はい。そういうことで、後半のかっこいいバージョンではちょっとね、ブリッジパートのところでコードが足されますせ、ということでございます。まずは、このシンプル簡単バージョンで4つ弾きで、コードずっと FFG7Am、 これずっと繰り返すだけですから、その中のドラマ、これをねじっくり楽しんでいただいて、歌とメロディーと言葉のタイミング、これがもう三位一体でね、これだけでも結構気持ちがいいですけどね。ラップのところとかもね、なんかリズムに乗りながらこうラップをするっていうのはなかなかね、斬新ですよ、この弦楽器で。はい。じっくり歌を、マスターして頭にこう落とし込んでから、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。で、かっこいいバージョンで一個だけ、さっきも紹介したコードの中にこれ、Gm7、これを使います。これね、押さえる場所。ここになります。1弦と2弦の1フレット、こんな風に、このぐらい反り返らないとダメですよ。で、ピッと立てる。これがいいかなと思います。はい。ね、ちょっとね、押さえづらいって人はね、A7 というコードあるじゃないですか。A7 から全部押さえてもらった方が押さえやすいっていう説が多いです。で、同じ3弦ですけど、ここを足す。はい。で、これでも難しいという方は、こうやって押さえるというか、こうやって押さえるというか、工夫してみてください。Gm、これブリッジパートの印象的な一発目のコードなんでね。これね、響きがいいんですよ。はい。この1個のコードをブリッジパートに足して、あとは、さっきも言ったように、同じコード進行がぐるぐる回る F と G7 と Am、これでいこうと思います。で、リズムですね、今日はね。リズムのご紹介、これです。ドーン。16ビートと16ビートの、このリズムの弾き方プラス、これカッティングも入るといいですね、やっぱりね。カッティング難しいんですけど、まずファーストステップはカッティングなくてもいいけど、ちょっと慣れてきたらやっぱカッティングを入れて、この曲ね、もうものすごいこの、ファンキーミュージックなんで、やっぱね、跳ねてるリズムシャッフルなんですよ。これをやるときにカッティングがあった方がやっぱりはるかにこう跳ねてる感じが出せるんで、これやりたいなと思います。今映ってるリズムの紹介、こちらにリンク貼っておきましょう。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚。その中にそれぞれの濃厚解説動画がもうすでにアップロードされていますんで、やってみたいなという方、じっくり動画でリズムの勉強してみてください。ちなみにほとんど16ビートのチャ、
できればカッティング入りがいいですね。ちょっとやってみようか。じゃあこのコード進行、定番のコード進行で。ワン、ツー、スリー、フォー。こうシンクロしていく気持ちがいいんですけど難しいです。ちょ昨日なんですけど、ちょうどこの16ビートのめちゃくちゃ分かりやすいね、さらに深掘り解説というような動画をアップロードしてます。ちょっとこういうリンク貼っとくんで、ちょっと見てもらえ、これがすごい参考になるかもしれない。まさに今日みたいな曲で、この昨日のこの間あげたその16ビートのやつが役立つと思いますので、ぜひやってみてください。じゃあ曲の流れでも紹介していきますね。一応基本説明はシンプルなんですよ。まず一番最初歌い出しのサビ1、ダンスフロアにからブギーバックで甘い甘いミルク&ハニーまでは茶が入らない16ビートで優しくいきたいです。こんな感じで、優しく歌っといて、でクールな僕はサビ2から、16ビート茶が入ってくる。クールな僕はまるで、この茶を入れる入れない、この茶が入るだけでこのリズム感が出るんで、最初の歌い出しはただの16ビート、これでいこうと思います。でその後はもうずっとずっと16ビートのチャート、ひたすら16ビートとのチャのファンキーなやつ。はい。もう、これ以外説明ないです。そして、簡単版ではちょっとショートカットしたブリッジパートのところ。ちょっとここで Gm7 が来て。ここも、16ビートのチャレンジずっとキープです。 Gm ここがね急に変わるんでかっこいいですよね。でその後もう一回サビに、またサビの3に入っていくんですけど、このサビ3で最初の1行を伸ばす、これはねもう聞いてもらったらすぐ分かると思いますね。ちょっとデモ演奏ご確認ください。であとはそのまままた16ビートのファンキーなカッティング入りの16ビートのチャレンジ、できたら最高だなというふうに思いますということなんですよ。だから演奏はもう本当にシンプル。このトラックなんで、トラックってのは例えばよく、この DJ の人がラップやるときみたいに、サンプリングでこう回してるっていうようなイメージなんで、このなんか止まるとか、そういうのはあったとしても、あんまりね、このバンドっぽいキメみたいなのはやっぱ入ってこないですよね。ずっと淡々と同じリズムがぐるぐる繰り返される、まさにループ、循環していく。この中でのこのロマンが、こういう曲のかっこいいスタイルでございますね。はい。なるべくこう変化がないのが、かっこいいみたいなところあると思いますんでね。はい。その体でこうリズムキープして楽しんでやっていきましょう。で、このやっぱ曲の世界観がね、90年代っぽいっていうか、すごくこういい感じですね。あの頃のなんかね、やんちゃな感じがね、思い出されると言いますかですね。そういう気分も味わいながら、このファンキーミュージックに身を委ねるというか、これを作り出していくわけですから。はい。体ごとリズム生み出していきましょう。それでは、かっこいいバージョン。今夜はブギーバック。やってみる!1、2、1。ダンスフロアに華やかな光、僕を吸った包むようなハーモニー、ウィラシキや神様がくれた甘い甘いミルク花に、クールな僕はまるでアメリカ、そうせん今ピザ、ラスモーチキン、ビールで行く。
気に流し込み、ゲップでみんなに Say hello on and on to the breakdown てな具合に行きたいっすね、いいっすね、 Yeah なんてね、よくないこれ、これよくない、なく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 ない、この頃の僕らと言ったらいつもこんな調子だった、心のベスト10第1位はこんな曲だった。ダンスフロアで華やかな光、ウッドスと包むのなハーモニー、ブリラシキラ神様がくれた甘い甘いめっちゃいいですね。もう大好きです。このね、グルーヴ感、あの体でこう、ほんと自分でこう、ディスコを作ってるようなイメージです。もうね、体をこう動かして、はい、柔らかいリズムで、この美しいメロディ弾いていきましょう。もうずっと昨日一昨日ぐらいからもずっと言ってるんですけど、この本、ご機嫌ガズレレデイズがですね、なんと発売になりましたよ。皆さんこれゲットしてくれたかな、これぜひみんなに読んでもらいたい、めちゃくちゃいい本なんですよ、はい。で、もしお手に取ってくださった方は、レビューをお願いします、うん。Amazon とか、あとは SNS とかやっておられる方はね、こんな感じの本だったよ、みたいにシェアしていただけるとすごく嬉しく思います。うん、これ読むとね、皆さんハッピーになれる本なんで、すごいおすすめなんです。うん、はい。音楽で笑顔を広げて、この本でまた笑顔を広げてというような感じで、うん、あっちからこっちからですね、またこれ音楽やると楽しいからね。で、Gラボ祭り開催中、はい、ガズモデルと旅レレが 10% オフということで、ぜひこっちのもね、詳細概要欄に貼っとくんでよろしくお願いします。学語の本、たくさんリリースしてます。リッドミュージック社さんというところからいろんな本が出てますんで、ぜひね、このもうたくさんラインナップがあるんですけど、いろんなところでこうチェックしてみてください。Amazon はもちろん書店さんが来て、楽天などでも取り扱いがあるので、めちゃくちゃ使える本になってます。あと、ガズレレでアプリがあるの知ってました？はい、ガズレシピというアプリがあるんですけど、これね、アプリで楽譜が読めるようになってます。これはね、こっちの楽譜はですね、かっこいいバージョンも記載されている、すごくね、こっちはまたちょっと流れが違う楽譜になってるんですよ。アプリの中で楽譜が見れたり、スクロールできたりするんですけど、そこのアプリの中で、楽譜が購入できたりします。で、この書籍版も出てたりとかするんですよ。こっちの方もね、なかなか使いやすいんでね、よろしくお願いします。そしてガズレレのね、兄弟コンテンツとして、このガズピアノっていうのもやってるんですよ。ピアノの弾き語りも、このガズが、私が発明した鍵盤楽器の弾き語りのやり方だったら、すごい簡単。ガズレレちょっとやってる人だったらあっという間にできます。これ世界で唯一のガズが考えついた弾き方なんで、ガズピアノぜひ挑戦してみてください。概要欄にね、ちょっとそれも詳しいところも貼っとくんでね、こっちも面白いですよ。一つの音楽をあっちからこっちから、いろんな楽器で楽しむのもね、すごくお勉強になると思うんで、ぜひガズピアノも楽しんでいただければというふうに思います。あとガズレレいろんなグッズ出してます。キャップだとか、ここについてる水引きだとか、このストラップだとか、T シャツだとか、ステッカーとかバッジだとか、もういろいろグッズがあるんですよ。このバナー、公式ホームページのこのバナーのところに、たくさん載ってますんでね、これぜひ見てください。公式ホームページ、ガズレレ .com、ここを見るとね、もうガズがブログを書いていたり、いろんな最新情報がもうてんこ盛りになってますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、楽しく音楽してまいりましょう。本日も見ていただいてありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。